北山博光、後輩岩優太に3回誘った結果、渡米移籍後の苦悩を激白。北山博光と岩優太の爆笑エピソードから学ぶ。職場の人間関係を円滑にするコミュニケーション術。北山博光さんが、2023年にキスマイ f t にを卒業し、新たな事務所渡米移籍した際、彼は13人の新しい仲間と共に活動を始めました。しかし、 彼の内心には一つの大きな悩みがありました。それは、後輩たちとの関係性をどう築いていくべきかという問題です。北山さん自身が語るように、戸辺に移籍してからの彼にとって、後輩たちとの関わりはまだ浅いものであり、その距離感をどう縮めていくべきかを常に考えていました。28日に放送された、週刊ナイナイミュージックでは、ナインティナインの岡村隆さんとの会話を通じて、 北山さんのこのこ悩みが浮き彫りりになりました商店街を散策しながらのロケで、北山さんは岡村さんに、後輩との関係ってどうやって築いていくんですかと真剣に問いかけました。岡村さんからは、一回断られると次が誘えなくなる、という返答があり、それを聞いた北山さんは共感しつつも、それでも関係性を密接にしていきたいとの強い意志を示しました。しかし、現実的には、誘っていいのか 誘っちゃいけないのか分からなくなると彼の中での葛藤も明らかにしました。さらに北山さんは、自分が3回までは後輩を誘い続けるというスタンスを持っていることを告白しましたが、実際に3回も断られた後輩がいると話し、その後輩が誰であるかを明かす場面がありました。北山さんは、笑いを交えつつも、その人物が岸優太さんであることを示唆しました。岸さんは、ぜひ行きたいですや、またお願いします。 といった前向きな返事を毎回返してくるものの、実際にはなかなか一緒に食事に行けないという状況を、北山さんは笑いながらも少し困惑した様子で語りました。このエピソードは一見、北山さんと岸さんのコミカルなやり取りとして映りますが、実際には北山さんの後輩との関係性に対する深い悩みが垣間見える瞬間でもあります。彼は後輩との関係を大切にし、より深く理解し合いたいという気持ちを持ちながらも、 どののようににアプローチすすべきかに悩んででいるのですこれは単なる人間関係の悩みにとどまらず彼のリーダーシップや後輩たちに対する責任感が大きく影響しているように感じられます北山さんのようにリーダーシップを持つ立場の人間が後輩たちとの関係をどう築いていくべきかという問題はどの職場や組織でも共通するテーマです後輩たちに対する期待や彼らとの距離感を適切に保つことは 時に大きなな挑戦となります特に芸能界のような競争が激しい環境では、年齢や経験に関係なく、互いに尊重し合い、協力し合うことが求められます。しかし、それを実現するためには、リーダーとしての北山さん自身がどう自分を見せ、どう行動するかが重要です。一方で、後輩の立場から見ても、先輩との関係は非常にデリケートなものです。特に、 尊敬する先輩からの誘いを断ることは簡単ではなく、その断り方一つで関係がぎくしゃくする可能性もあります。岸さんが北山さんに対して前向きな返事をしつつも、実際には一緒に行動できない理由には、後輩ならではの葛藤があるのかもしれません。例えば、忙しさやプレッシャー、あるいは単に時間の都合がつかないなど、さまざまな要因が考えられます。このように、 先輩と後輩の関係は非常に複雑で、多くの要素が絡み合っています。しかし、北山さんが示したように、何度も誘い続けること、そして関係性を密接にしていくための努力を惜しまない姿勢は、最終的には後輩たちに良い影響を与えるでしょう。時間が経つにつれ、岸さんとの関係もより自然で、強固なものになっていくかもしれません。北山さんと岸さんのエピソードは、他の人々にとっても、 職場や日常生活における人間関係について考えるきっかけになるのではないでしょうか。私たちもまた、後輩や同僚、あるいは上司との関係を築く際に、どのようにコミュニケーションをとり、どのように信頼関係を深めていくべきかを考える必要があります。そのためには、相手の立場や気持ちを理解し、柔軟に対応することが求められます。芸能界のような特殊な環境であっても、 一般社会と同じように、人間関係の基本は変わりません。相手を思いやり、適切な距離感を保ちながらも、積極的に関わっていくことが大切です。北山さんが示した3回ルールのように、ある程度の粘り強さや継続的な努力が、最終的には良い結果を生むことが多いでしょう。また、このエピソードから、リーダーシップの在り方についても学ぶことができます。リーダーとしての北山さんは、 後輩たちに対してどう接するかを常に考え、彼らの意見や反応を尊重しながらも、自らのスタンスを貫こうとしています。これは、リーダーとしての姿勢として非常に重要なポイントであり、他の組織でも参考にできる教訓と言えるでしょう。さらに、後輩たちにとっても、このような先輩の姿勢は大きな学びとなります。岸さんが北山さんに対してどう依られていくか、その対応次第で、 彼自身の成長にもつながることでしょう。後輩としての立場から見ても、先輩との関係を適切に築くことは、自己成長の一環であり、今後のキャリアにおいて重要なスキルとなります。北山さんと岸さんのやりとりは、単なる個人的なエピソードとしてだけでなく、広く社会においても共通するテーマを浮き彫りにしています。私たちが日常生活や仕事の中で直面する人間関係の課題について考える際、 このエピソードは一つの参考になるのではないでしょうか。人間関係は一筋縄ではいかないものですが、誠実さと努力を持って接することで、きっとより良い関係を築くことができるはずです。北山さんと岸さんのように、お互いを尊重し合いながらも、時にはユーモアを交えつつ関係を深めていく姿勢は、多くの人々にとって励みとなるでしょう。このような姿勢を持ち続けることが、 個々の成長と組織全体の成功につながるのです。北山博光さんと岸優太さんのエピソードから浮かび上がるのは、人間関係における微妙なバランスと、その関係をどう維持し、発展させていくかという普遍的な課題です。彼らのやりとりは、単にエンターテインメントとして楽しむだけでなく、私たちの日常生活においても多くの教訓を与えてくれます。まず、北山さんが持つ、三回ルールは、 彼自身のリーダーシップや人間関係の築き方において非常に示唆的です。このルールは、相手に対して一定の配慮を示しつつ、自分の意思をしっかりと伝えるための一つの手段です。3回という回数は、相手の意図を確認するためのちょうど良い目安であり、これ以上誘いを続けるべきか、それとも一歩引いて相手のペースに合わせるべきかを判断するための基準になります。また、岸さんの反応から見えるのは、 後輩とししてのの立場の難しさです先輩からの誘いを断ることには、単に時間が合わないという理由以上に、さまざまな要素が絡んでいる可能性があります。例えば、後輩が先輩に対して持つ敬意や、先輩との関係を良好に保ちたいという気持ちが、断ることへの躊躇につながることがあります。岸さんの、ぜひ行きたいっす、という前向きな返事は、北山さんへの尊敬や配慮が含まれている反応ですが、 実際にはその言葉に込められた複雑な思いがあるかもしれません。このような人間関係の微妙なやり取りは、どの職場や組織においても見られるものであり、北山さんと岸さんのエピソードは、その一つの典型的な例と言えるでしょう。先輩としての立場、後輩としての立場、それぞれが持つ役割や期待にどういらえていくかは、非常にデリケートな問題です。特に日本の職場文化では、 年功序列や上下関係が重視される傾向があり、こうした関係をどう保ち、発展させていくかは、個々のキャリアや人間関係に大きな影響を与えます。さらに、このエピソードを通じて浮かび上がるのは、コミュニケーションの重要性です。北山さんが積極的に後輩を誘い、関係を深めようとする姿勢は、リーダーとして非常に価値のあるアプローチです。 リーダーは常に部下や後輩たちに対して開かれた態度を示し、彼らの意見や感情を尊重することが求められます。これにより、チーム全体がより良い方向に進んでいくための基盤が築かれます。同時に、後輩たちも自分の意見や感情を適切に伝えることが重要です。岸さんが北山さんに対して前向きな返事をしながらも実際には一緒に行動できなかったのは、 もしかしたら何かしらの障害や躊躇があったのかもしれません。このような場合、後輩としても先輩に対して正直に自分の状況や気持ちを伝えることで、より良い関係を築くための一歩を踏み出すことができます。コミュニケーションが円滑であれば、お互いの誤解を避け、信頼関係を深めることができるでしょう。また、北山さんが示したリーダーシップのもう一つの側面として、 後輩たちに対して適度な距離感を保ちながらも、常に関心を持ち続ける姿勢が挙げられます。リーダーとして、部下や後輩に対して過度に干渉することなく、彼らが自主的に成長できる環境を整えることが大切です。しかし、その一方で、彼らが困難に直面した際には手を差し伸べる準備をしておくことも必要です。北山さんが3回まで誘うというスタンスは、 後輩たちに対して一定の自由を与えながらも、必要な時にはサポートを提供するというバランスの取れたアプローチを示しています。このようなリーダーシップは、単に指示を出すだけではなく、後輩たちの成長を見守り、彼らが自分の力で問題を解決できるようにサポートするという姿勢に基づいています。北山さんが後輩たちとの関係を大切にし、彼らの意見を尊重しながらも、 自らの経験や知識を共有しようとする姿勢は、多くのリーダーにとって参考になるでしょう。さらに、後輩としての騎士さんにとっても、このエピソードは自己成長の機会となるはずです。彼が先輩との関係をどう築いていくか、そのプロセスは彼自身のキャリアにおいて重要な意味を持ちます。後輩として、どのようにして先輩の期待に依頼、自分の意見や感情を伝えていくかは、 今後の成長にとって不可欠なスキルです。特に、北山さんのような尊敬できる先輩がいる場合、その学びの機会を逃さないことが重要です。このように、北山弘光さんと岸優太さんのエピソードは、単なる芸能界の話題にとどまらず、私たちが日常生活や職場で直面する人間関係の課題について深く考えるきっかけを提供してくれます。リーダーとしての役割や責任、後輩としての立場や期待、 そしてそれらをつなぐコミュニケーションの重要性はどのような環境においても普遍的なテーマですこのエピソードを通じて私たちもまた自分自身の人間関係やリーダーシップについて振り返りより良い関係を築くためのヒントを得ることができるでしょう